結局誰が誰を選んだのかっていうのがピー音で分かんないんですけど、何があったのか教えてもらおうかなと、うん、基本ぶっ込んでいくスタイル基本ぶっ込んでいくスタイル放題始めました。さあ今回はい虎の皆さんにおいでいただきまして、いやでもここ小杉さんのとこだ。いやいや結構牛と豚も。いやいやいや何の話を。いやどっちどっち。そこ戦います。そこじゃない。ロテ違う。誰やとりや。誰やとりや。さあこんな感じで、まあねこの後事件がみたいな感じでね、はい、終わったんですけど、はい、その後ね動画すら撮ってなかったんで、はい、僕らちょっと何があったのか、うん、教えてもらおうかなと思って。そうですね。どうなんですか。めっちゃ食べるじゃないですか。もう主催あれ2番の主観者の方緊張しちゃって、また岩井さんに怒られるから、ね、そうまさか話長いよ。動画の中では、ね、斉藤さんに決まりまして、はい、で具体的に今回のねファンディング金額のどういうふうな引き渡しをするのかとか、うん、契約書をどうしましょうかっていう話を、はい、まあ、今回初めてだったんで、はい、まあ、いろいろ議論しながら話していたんですけども、はい、いろいろやり取りしていく中で最終的に斉藤さん今回ちょっと辞退されると。はい、で理由は申し上げられないと、おいうことで今回辞退されたんですね。はい、はい、理由は言えない。理由は言えないと書いてあったんですけど、そうなんですね。まあ、見てないんだけど、まあ、それはちょっと僕の口から言わない方がいい。じゃあこれカットした方がいいと思う。やめた方がいいじゃん。もういいか。じゃあ悪い人は。いや、もうちょっと負けないでください。悪い人は。真の小場所がいい。いや、考えじゃない。本当ですか。実はブラック小場所さん出るんですか。まあ辞退。まあ、そうですね、いろいろあって、まあ、理由はわからないと。はい、そうですね。まあ、志望校変わってましたしね。志望校変わってたんですか。まあ、いろいろあったんですかね、なんか。そうですね。でも、グループラインの中ではね、なんか、もろもろありましたけどね。基本ぶっ込んでいくスタイル。基本ぶっ込んでいくスタイル。俺、結構ガツンと言っちゃった方なんで、まあ、静観されてた方も、意見を言われた方もいらっしゃいましたけど。意見を何も言わなかった。もうそう。あ、一番立っちゃあるよね。小橋さんの汗がどんどん。いや、これはただ取ってるだけ。まあでも細井さんが一番このお金出してるじゃないですか。はい。だからちょっとなんか複雑な気持ちじゃないですか。いや普通に、でも俺は単純に何こいつ調子乗ってんなと思って。いやそうですよね。こっちはしっかりこう投資するっていう。はいはいはい。そうなんですよ。そうね。さっきのブレーキなんだったんですか。あれじゃないですかね。いやけどまあ僕はね実際その医者ですから彼にとって。将来的に今上司になりますしね、まあ、先輩でもあるわけなんですけども、まあそれは当たり前ですけどね、医療界のマナー的なものありますから、まあそれはねもう当たり前ですけど、それにまあちょっとね、まあその接想ない部分があったのかなとは、まあ客観的に見て感じましたけどね。まあそれで結果的にまあ話がまあ2点3点して事態になったんですよね。最初の松原さんのオブラートが何だったのかってことはどうなっちゃうんですか。うん、そうですね、あの前代未聞の事態になってしまったので、前代未聞一回しかないちょっと大げさに想定していた時代とは違う形になってしまったので、ただまあ今回ね初めての受験生のタイガーファンディングということで、志願者の方にまあ投資したいということで、じゃあ繰り上げをしようという話になりました。そういうことですね。それはいいですね。でまあ繰り上げをじゃあどちらにするか、今回奥田さんと大井さん、奥田さんが東大行って文科大臣になる、大井さんは麻雀の魅力を伝えて麻雀を増やしたい、ね、どちらにしましょうかと、で、まあ、そういうふうにまあ皆さんに議論していく中で、一応僕はあの2人に電話したんですね。一応今回斉藤さん辞退されたので、どちらかが繰り上げになりますよと、まだどちらにするか確定してませんので、また連絡しますねっていうことをまあ伝えたんですね。でそうこうしているうちに奥田さん、文科大臣になって教育会変えたいという奥田さんから、まあ今回ちょっと家族と話した結果辞退しますと。まあ今回まあ出演していろいろまあ学ぶことも多かったんで、僕もありがとうございます、あちらもありがとうございますって一応円満には終わったんですが、辞退した理由言っていいと思いますよ、奥田さんの場合は。そうですね、何でしたっけ。あの、だから大井さんの方が恵まれない状況にあるんで、あの方に。そうですね、あ、そういうこと。一方ですね。そういう。ずいぶん違いますね。ちょっと。結果的に大井さんになるかなという。麻雀の大井さんに。
はい、まあ、まあ、あれお互い見てなかったじゃないですか、うん、3人とも確かに配信を見てそうです、ね、初めてあそういう状況だったって分かったんで、はいはいね、まあ、奥田さんの方は大井さんの方が本当に恵まれてない状況なんで、はい、っていう感じですね、うんうん、そんな感じですね、はい、なるほど、はいはい、いや良かったんですか、うん、これ理由がね変だったら、はい、結局事態事態で何のために3人やったんですかはもう本当にこう律儀で誠実にちゃんとね、はい、言ってくれましたし、うん、丸く収まったわけですね、はい、そうですね、はい、大井さんは辞退はされてはないみんな辞退したやっぱ大井さんはどういう感じなんですか、はい、実はですねついさっき2人でちょっと大井さんと会ってきましたそうなんですね、あら、ま、今の今今の今、はい、あら、以上連れてきてくださいよ、まあ、いや、僕もそう思ったんですけど、はい、僕と話してるのもめちゃめちゃ緊張しててやっぱおまた泣かせちゃうまた泣かせちゃういやいや、こっち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 もう、彼が言ったのは一番怖かったのはやっぱりさ、そう厳しい言葉の中に優しさとかもありましたけど、無視みたいな感じね、無視みたいな。でも優しい言葉かけてましたし、はいはいはい、そうですよ、ね。熱い言葉でしたからね。ちょっと悪気を出た。いやでも実際ね、そうやっておっしゃってたってことはそういうことです。じゃあほとんど覚えてないですよ、ね。覚えてない。ほぼほぼ覚えてない。そんな中でもう一回聞いたんですよ。一番誰が怖かったと。細田さんじゃないのって僕も聞いたら森哲さん。当たり前じゃないですか。森哲。いつも撮影の時泣かされてるんですよ。泣いてる。しかも何も覚えてなくて、うん、覚えてるのが、うん、岩井さんが優しくて森哲さんが怖かった。一番印象に残るやでしょ。俺も森哲の撮影何も内容覚えてない。もう怖くて。めちゃめちゃ YouTuber 向いてると思います、ね。めちゃめちゃディスられてるんですよ。ねみたいな。すごいです。しか最後に睨まれたんだよ。ちょ内容じゃない内容じゃない人間性が出てるんだよ睨んだことないし弁明だとなってちょっと度数の低い眼鏡をかけてたからなんかそういう風に見えちゃったと睨まれてる見えちゃったと、まあ、睨まれてるようにね、まあ、睨んだね睨んでるね目つきがね目つきだもんねそれはであれ謎の箇所が実は1箇所あるんですけど、はい、結局誰が誰を選んだのかっていうのがピー音で分かんないんですけど最後の楽屋トーク、あー、そうですね、順序的にピーになってましたもんね、そこ流さないんだと思って僕らが斉藤さんですよね細井さんだけは分かりますね流れ的に、うん、まあ、この斉藤さんセリフが、はいはい、セリフその、はいはいはい、なんとかなんとかだから親和性があるはいはいはいで僕ら3人で2人が誰を選んだのか分かんない僕は大井さんですね、もともと僕も大井さんだった気がするんですけど奥田さん3対1対1って言ってましたちょっと忘れてるよ、すでにもう奥田さんです、多分奥田さんで奥田さん、大井さんでしたね、うん、はい、そう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 ですね、はい、あと岩井さんも誰か言ってたんですけどあれは一体誰だったんだろう あれはもう最初から最後まで大井さんでしたあそうだったね。そう。はい。まあ、元々だってキャスティングにね、こういう人が来てるって言われて、火力見せたらこの子が出てくる。そうですね。すごいすごい積もったってことですよね。うん、そう。お最後に。ツッコミ。いや、ツッコミじゃない。聞いてなかった。ツッコミ。全然こう機能しないね。我々。我々。聞いてます。じゃあ、はい、うまく入って、まあ、第2回、ね、はい、次の話もしてきたんで、はい、次も第2回あるの第2回で、まあ、今のところ候補として2人いると受験生はい、受験生で、もう1人をちょっと候補しようかっていうへーすごいなって、ね、これ第1回がこんな腹の幕開けでしたけどね本当そうですよ前代未聞のつってた前代未聞今まで多分ね、もう1万回ぐらいやってるんですけどすごいお二人の株が上がったんでめっちゃ下がったいや俺も上げるつもりなんか全くなかったけど基本的に細井先生しか得してないと思いますいやいやいやまあまあまあ、まあ、めちゃめちゃ得細井先生以外分かってねえだろみたいなうちの海人さん動画とかめちゃめちゃ多かった文系どもは絶対理解できてないくて草とかめちゃくちゃ書かれましたあでもなんかだんだんとこう見てる方も理解してこうどういう趣旨なのかとかっていうのも分かってきてもらえると思うから、うんうん、そうですね続けていけばね発展するんじゃないかと思いますけど、うん、お金を出す人がねあの評価されやすいっていうのはやっぱあるんです出さないことがいいこともあるじゃないですかそうですね、あるいはお金じゃなくてね指導してあげるとかね、まあ、あると思うんで、まあ、そこら辺もちょっと周知頑張んなきゃいけないなと思ってそうです、細井先生厳しい厳しいひどいやつだ最高金出した人が最高下げて下げてあげるみたいな最高優しい
まあ、取られ歴一番長いんでね。そう、確かに。そうなんですよ。いや、うまいっすね。取られ歴が。僕、2本目でそうなるって分かってたんで、うん、1本目のわざと細井さんの悪口を残したんです、うん、コメントにいっぱい来て、細井ひどいやつだみたいなのがいっぱい来てて、わざと、あ、もう次でもう逆転だな、2本目でって思いながら見てて、2本目でやっぱり、好感度、好感度よ、この。なるほど、すごい。でも1本目でしめしめって思ってたんじゃないですか。え、いやいやこれまた行こうと思ったらむしろ上ちゃんにクソって思ってたなんだよみたいなねじゃあ今回下げときましょう。次やりましょう。細井先生の高評価コメントブロックしてません。大丈夫ですか。もう一回ってずっとこうじゃん。下がり続けましょう。俺だから僕だから1人目は編集携わってたんで、はいはいはい、そういうのも入れてたんで、もっと細井さんのキラーぶりが出るようにとか、あ、やってくれたんですか。いろいろやりました。へ、俺のこと好きなのね。大好き大好きだ。もういろいろやりました。細井さんのボケがもっと生きるようにみたいなとかやったりとか、小橋翔さんのサムネちょっとあれはいじってるだけじゃないですか。でもあれでいじられて、まあ再生回数伸びるだなってことで、最後のうちのチャンネルのサムネイルはあえてちゃんとしたの分かってきたのに、僕が変な顔のところを選んでくださいってお願いします。そういう要望を受けまして、で僕が探しました。そしたらもう作戦通り、作戦通りですね。いや作戦通りわかんないけど、龍河のなんであれ昇天してるって言われちゃうんですかね。カビゴンが攻撃食らった時みたいな顔して。いやいやいや悪いな本当に。それで、まあ、はい、それぞれいろいろこういう風にして良くなるって言って、うん、はい、山美さんのところは、はい、椅子がギシギシうるさいって出しました。いやいや、そうだったんですね。見直してください、はい、山美さんが喋るとこだけ、はい、ギシッ。いや僕あの椅子壊れてたんです確か。そう、僕のところ椅子ね。そうなんですね。そうです、確か言われてます。それでこれなんとかならないですかって言ってだったんですけど、なんとかならなかったです。そうですね、まあ失礼しました本当に。動いちゃうね。みんなももっとね存在感出さないとね。いや、そうなんですよ、一応ちょっとねスポンサーが、そうそうそう、林さんじゃなくてビアが座ってるのにはね意味があるわけですよね。そうなんですよね。だからちょっと僕も次からもっと、はい、行っていきたいなと、噛みついていきたいなと。いいんですか、ビアまで山美先生じゃなくて。ああ、やばい。使えない。全然無意識気づいてなかったですね。なんか武田塾の宣伝が逆に面白いみたいな形になりました、ね。あ、もう最後の方そうですね。またか武田塾かみたいな事件が来てねみたいな、そうですね。ね、はい、僕はそこはもうちょっと素直に聞こうと思って、うん、はい、これで第2弾、はい、じゃあ次やるということで、はい、我々もじゃあクビにならないように今日。そうですね、だから変更するかみたいな話になってたんですね。おお、だから虎を首切いや、どう考えても細い章だからあれは。いや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 、それ結果的にだからね、234は抱えるかみたいな。だっていくらでもお金動かせるんだもん。5人でやる必要となるの。そう、それを言ったんですよ。だからそれで文字変えるんだったらゲスト枠とか、ああいいじゃん、そうでやればいいんじゃないですかみたいな。ちょっと他にもほらね、呼び乗りさんとか教育系だったら絶対出ない。出ないかな。絶対出ない。出てくれんじゃない。あとはスペースがね、物理的に大丈夫かっていうのは、ね、いやいや結構広かったじゃん。いやいや、スタジオ変わったから場所。あ、そうだ、もっと広くなった。そうなんで多分広くなるんで、6人とかにして1人ゲスト枠みたいな、ね、なるほど。それでもいいですね。まあもしかしたら小学だったらね、別に3人でやってもね、そう、そこからいっぱい回すみたいな。ああ、なるほど。確かに少なくて例えば30万とか入学金だけとかだったら、虎3人にしてなるほど、回す方がいっぱいいける。なぜか結果的に70から100ぐらいの枠にみんな収まるんですね、大体。そうですか。そうです、そこはそのくらいがいいかなって僕は思って。ああ、なるほど、目安額みたいなの教えてあげた。一人なんか1000万とか来たんで、それちょっと外してなんだ1000万って。武田塾出したから。武田塾の加盟に必要なお金の金額言わないでください。それダメなの。いや大丈夫です、大丈夫です。最近加盟された方がいいです。1000万持ってるってことね。オーナー様ですね。はい、1000万持ってるってことでしょ。いやもう、いやいや、時計売りゃ一発じゃん。時計売りゃ左手で1000万。めっちゃすごい。3人ぐるぐる回すっていうのもなかなかですね、うん、いやでも細井さんずっといるから蓋はこうみんなで組んで。それでも別に俺も変わっていいんですよ全然。いや、その時もめちゃめちゃ低評価つけられる。細井出せって。細井出せよ、どういうことだ。細井無償神話つって、なんだこの優しい奴らだけの。確かに。そうですね、ちょっと噛みつく人が。でも結局その大井さんに出資するその配分というか、トラのあれは、はい、ここ10万でしたよね。ですね。そうそうそう、俺いくら。いや、一番多かったですよね。みんな覚えてないじゃん。みんな覚えてない。そうそう、全部全記憶だ。多分配分もう一回見ないといけない。そうですね、多分配分したんですよ。そうだ、まあまあ、多く出してたような気もしますよね。まあ、要相談。確かに、なんか意味不明な、なんかボケで なぜオーバーしたみたいな。ちょっと頭がちょっと飛んでました。
そうそうあそうだこれ2発目だ確かそうなんだ、ね、あの森哲さんが参考書だけで10万円としたので、はい、僕もじゃあ生活費で30万でちょっと言ったんですよね、はい、なんかそれで足し算したらはるかに超えたみたいな、はい、そんな感じだった、うん、すいません僕だけなしはなってでもあのそここだわるね。かなりそう見られたみたいで、それこそ麻雀研究とかデータ分析の本とかを出されてる第一人者の方が、はい、僕ツイッターで DM 来て、そういう場所さん詳しいですねみたいな。でもちょっとやり取りとかもあって、そのまま言うとちょっと迷惑かかったらあれなんで言えないですけど、呼びのりさん、勘太郎さんとかが将棋の人たちと仲良くなっていくみたいに、確かに、麻雀界とも、そんな大した人間じゃないですけど、かもしれないです。あ、まあ4人が打つってね、岩井社長、そうですね、ぜひやりましょう。で、なんか食べたいもの何かって一応聞いといてたんですけど、カレーとそばが好きらしい、そうです、なんか比較的リーズナブル、リーズナブル、富士そばでいいっすね、マジで富士そばなんで、看板メニュー。すごい富士そばこれなんか若いからもっとなんか焼肉とか寿司とか言うのかと思ってたら、ね、そうですね、じゃあ謙虚で素晴らしいです、ね、じゃあ4人が打ってるところも生放送で、そうですね、で今後大井さんのそういう受験のあれを追っていくんですか、一応追っていく話はしました、はいはいはい、じゃあちょっと申し申し込んでとか、はい、言ったりはしたんですけど、そこら辺をちょっと僕の方でいろいろフォローしちゃおうかな、あそうですね、ありがとうございます、はい、じゃあそういうなんか状況報告があったりみたいな、あそうですね、はい、感じでね来たらいいんじゃないかなと思います、はい、楽しみですね、はい、ということで今回はですね虎の皆さんに緊急事態というかどうなったのかを聞きました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。